どうもトレインです。本日もマリオカート実況でこうと思います。よろしくお願いいたします。最初のコースは 150cc の地球タクロックと、でこの撮影はね、あの昨日じゃないな、今日の16時に上げた、まあ、1位以外実況禁止縛りの、後にね撮っております。いやもうね、ちょっと感想戦になるんですけども、ちょっと1レース目はね、あマジでね、なんか思ってるより喋れんかったわ。なんかね、前出た時ね、こう嬉しさが勝っちゃってね、なんかあ実況しないととか、なんかこういろいろ突っ込みたいなとか思ってたんだけど、なんかそういうことがあんまりできなくて、あやばいやばいやばい、抜かされる抜かされるとかしかね言えなくていやーもうなんともね歯がゆい結果に終わっちゃってね、もう一回なんかね、リベンジしたいなっていう気持ちはねちょっとね生まれましたね。はいまあ、まだ見てないっていう方いましたらね、ぜひねご視聴いただけると嬉しいです。はいさあ、まあ2位まで上がってきて、そうだな、まあ1位潰さない、いやまあ一応ちょっかいはかけとくか。まああんまり離れられても困るんで、まああとはあれだね、クラクション持たれててもまあ嫌っちゃ嫌なんで、まあちょいちょいちょっかいかけながら前走っていくのが丸いっすかね。えっ強っ、やば、2位で昨日4枚バグじゃないこれ、シンプルにシンプルなバグ来たけど、さあジャンプかまして、ジャンプかまして、しっかりと、あちょっと乗り損ねたからしっかりここでジャンプかましていきまして、さあ1位がトゲゾクラってる。さあバナナ持ってるね、あれちょっとやらしいなーいやー俺もちょっと防御アイテム欲しいなーこれ正直言うたら。さあジャンプアクションかまして、どこで抜かそっかなー、ちょっとバナナ当たりたくないからそこら辺ちょっと警戒しながら走っていきたい。さあジャンプかまして、うわわわ、ちょっと待って、消えた消えた消えた、おらんこ、おらんおらんおらん、やばい、ボムヘ持っとるなー、ボム兵持ってるからこれちょっとさすがにある程度前詰めといた方がいいかもしれんな。いやこれあれやな、トゲゾウの線切って、やばいってお前、何その反射えぐ、マジでそれ狙ってたやったらマジのプロやわ。いやえぐいってマジで、その反射マジでビビるわ。お前やり返す、絶対にやり返す、やばいやばい、俺のボム兵どっか行った。あでもサンダー振ってアイテム取って、あごめんね、お前の頑張りも全部俺のね、たった一つの運で、ごまかしていきますと。やばいやばいやばい、打開の民がいっぱいおる、ちょっと待って、やばい、ごめん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 、仲良く行こう仲良く行こう仲良く行こう、うん、いやー2位かよ思ってたより打開のやつが強かったなってか、もうあの反射マジでエグいわ、もうかつて経験したことのない反射飛んできたからビビったわマジでということでね、本日もご視聴よろしくお願いします。さあ2レース目が、うん、お前そっち通るんか。2レース目がハイラルサーキット。さあでもコイン取れたからまあよしとしましょう。さあバナナ引いたね、このすぐケッつけるから、やばいやばい、ちょっと押さないで押さないで押さないで、ちょっとちょい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 、おラキラキラキ、赤スルーした、オッケー、よしこのまま1走りますか。さあちょっとね、さっきの3枚取り損ねてるから若干コインの集まりが悪いんですけども、まあまあ1走れてることの方が大事なんで、まあこのまま行きますか。ちょっとここでコインちょっとうまいことうまいこと、よいしょ、アウト膨らみながら、回収して、よいしょ10枚にしていきます。オッケーオッケーオッケー、リカバリー成功。さあジャンプ、ジャンプしてリスクかましていきまして、さあそうだな、後ろが何持ってるだろうか、ちょっとわかんないな、まあ、とりあえずバスな、やばい、ちょもうちょっと狙えばよかったな、全然誰もいない虚無に投げちゃったわ。おークラクション熱いな、このクラクションで、まあ、トゲゾウ消せるんで、まあ赤コーラが飛んでこないうちはこのクラクション大事にね持っていこうかなと思います。さあ一応念のためダブル潰しとこうかな。さあインついて、赤コーラ飛んでくる気配もないんで、よし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 、さあジャンプかまして、まあどうやろうな、あートゲゾ飛んできたね、トゲゾ飛んできたから、まあこの表の表じゃない、この裏のクラクションでしっかり、トゲゾを消していこうかなと思います。まあただあれやねんな、2位がちょっと何も攻撃してこうへんっていうのが、まあ、若干の不安要素であるんだけど、まあこういう時って大体なんか赤コーラ持ってたりするから、ほらほらほら、もう言うわんこっちゃないってもう言うわんこっちゃない、まあ、とりあえずちょっと、ルピー使って加速していきます。さあ緑持ってんね、いやここね緑コーラね、まあ、避けれんこともないから大丈夫やねんけど、まあ、投げられたら投げられたらちょっとね怖さは残るんよね。さあ赤コーラ持ってる、危なっ完全に表緑コーラやったから死んだーって思ったけど危なかった、なんとか耐えたね。さあジャンプかまして、オッケー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 、なんとか耐えれてる。あただ2位のやつがあれやね、真ん中の小を使ってちょっと前詰めてきたね。さあここはリスクしっかり、よしよしよし、あれやれ、でかくなるタイミングめっちゃ完璧やね。さあこれはさすがに2位追いつけないでしょう。よっしゃーオッケー、イジーシャーオッケー正直これずっと前走れるんやったらちょっとさっき取った時にねやりたかった感はあるけど、もうまあ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 1位取れたんでね、よっしゃーオッケー、いい前張りやったね。次レース行きましょう。さあ3レース目はカラカラ砂漠、まあ、このコースは本当はね下がって、まあ、打開するっていうムーブが一番強いんですけども、
まあ、ちょっとさっきの名残でね前走っていこうかなと思います。よいしょ、ほんま前張りするんやったらね最初ちょっと止まって、まあ、うまいことアイテム強いの引いてから上がる方がいいんですけども、まあ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 すぐパッて前走っても、まあ、勝てんこともなくはないかなって気はするんで、まあ、思い切ってね前走っていこうかなと思います。さあ後ろめっちゃ止まってるね、やばいちょっとミスった、ちょっとミスったから落ち着いて、よいしょ緑コーラ捨てていきます。わあ、ボブ兵引いたけどこれね全然混戦でもなんでもないからあんまりいらんねんな正直。まあやからちょっとクラクションとかね引いたさはあるんで、まあうまいことアイテム回しながらまず、あ、粘っていこうかなと思います。まあそこでね前走るのでね怖いことがね、まあ、いくつかありまして、まあ一つ目がまあ2位の赤コーラ3つか赤さんをねよく引かれることがあるんですよ。まあ、それが怖いっていうのと、まだサンダー回避を上位で決められた時にもうお手上げっていうのがまあ2つありますね。ただ3つ目にまあ、 あのトゲゾウがね、まあ、飛んでくるっていうのがまあ嫌なところね、まあ、あるんですけども、まあまあどうにかなりそうかな。さあバナナ前投げて、バナナ踏んで軽減をねしっかりとかましていきますと、オッケーオッケーオッケー。さあちゃんと、ジャンプアクションザンゼル決めていきまして、まあ悪くはないな、サンダーも全然振らんしね。まあでもねやっぱ西村やーここで振るときついよね。まああのちょっと3位のねスター持ちがかなりね強い感じではあるけども、まあなんとか耐えていきたいところである。危ねえ、今なんかバナナ踏んでたら完全に人生終わってった。いやーお前ちょっと赤コーラやらしいってお前、ちょっとそこはね、あれやから譲り合いの精神大事やから。さあ何持ってる、2位のやつ何持ってる、ちょっと音的になんか展開系持ってる気がする。あーミラクレイトね、なるほど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 、それやったらまあ大丈夫かな。まあ、ただちょっとキノコとか持ってるんかな、わからんけど見えへんかなんとも言われへんけど、多分赤コーラさっき投げたから多分持ってへんねんな。じゃあまあインガーリッペって置いといて、アイテム交換していきます。まあおそらくは多分あれやろな、あの 裏になんか、いやそうよね持ってるよね裏側に、やべなんか緑コーラがやらしいからちょっとブレーキ踏んでなんとかかわしていきましたよ。なんやかんや1位出た。さあこれ緑コーラ前投げてウィニング警戒で2位とあれなんか意外と勝てたななんか勝ってもうたらずっと前走ってただけやけどマジでドライブやったはい次です、行きましょう。さあ4レース目はミュートシティ。さあまずコインしっかり回収しまして、うんこれ1位出てるんかな、1位出てるっぽそう、ちょっとわからんわからんけど、まあこのまま走っていきますか。よいしょ、まあ、後ろに赤コーラを引かれないことをお祈りしながら、よいしょバナナ適当に置いておいて、まあ誰か当たるでしょう。オッケーオッケーオッケー、悪くないね。さあコインをしっかりと集めていきまして、なんかちょっと9枚になってるけども、まあまあまあ大丈夫か。さあインついて、ちょっと後ろの人に押されないことをお祈りしながら、なんか湧いてきた、なんか湧いてきた、危ない。よいしょ、さあしっかりミスクかましていきまして、さあなんか現れたね、どうしようかな。まあスナイプ狙ってもいいっちゃいいねんけど、ちょっと後ろのやつの方が危なそうやね、ブーメラン持ってるからね。まあ、多分これはまあ1位よりも絶対3位以下を潰した方がいいかな。うっ、後ろ投げて、いやー当たってないか。あの1位どうやって潰そうかな。こやつ赤コーラ引いたね。まあそれやったらまあここでしょ、よいしょ、おおほじるね、えらいなそれは。さあキノコ引いて裏緑コーラか、それやったらまあちょっともうちょっかいかけんでいいか。あ受け取った、これブレーキ踏んだろブレーキ踏んだろブレーキ踏んだろ、あ失礼します。よし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 、あでもなんか1位出られたやばい、ファイヤーボール持ってる、一番厄介なパターン来たなこれ、どうしようこれ、やばいやばい、ちょっと投げてくんな投げてくんな、わかったわかったわかった、お前の気持ちはよくわかった、当てたいって、あーなるほどね切れた、オッケーオッケーオッケー。まあ、それだったらちょっと1位走ってほしいな、1位走ってほしいからちょっとあえてダッシュボール踏み外す、よし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 。まあ、なんでこれ2位で走った方がいいかって言いますと、まああれっすよ、あの防御合いなんだろう、赤コーラ引かれてやられるのがまあ嫌なんで、おおなんやなんや死んでないか。まあここはね安定で、やばいお前マジかよ、3位のやつですちょっかいかけられるの一番やばい。え1位どこ行った、えもうどこ行ったマジでどこ行った、なんか赤コーラ投げる、いやーもうあいつ SOS じゃないでマジで、ほんまに俺が助けてほしいぐらいはマジで、もうやばい、何やこのバナナの散らかり具合は、お前事故って俺に投げるなこら、もう終わった、俺これで11、もうなんやこのゲームマジでもう切り替えよう、次です行きましょう。さあ5レース目はエキサイトバイク来た、俺の好きな配置来たね、この最初にねこのお山があるやつ僕好きなんですよね。ここでまずコインを集めていきながら、ここねやばいちょっと待って、やばいミスった、違うんすよ違うんすよ、ちょっと止まって、ちょっと止まって、ここでも止まりすぎたら回線落ちちゃうから、
1回ぐらいしか取れなさそうやね。こうやってね、あの直線でパッて取ることで結構ねコイン大量に集めることができるんで、僕はね結構好きなんですよ。てかあれやわ、他のところのコイン回収ガバガバすぎて全然コイン集まってない。それはさすがにやばいから、ちょっと早めにね前詰めて、上がれるようにねしていこうと思います。さあコイン取って、いやーちょっと後ろ下がってんのにコイン6枚7枚っていうのはね、さすがにちょっと少なすぎるし、前もめっちゃ離れてるよね。まあ、とりあえずコイン交換して、やばい、アイテム交換ちゃんとできてる。いやー弱いけどもう投げるしかなし。うっさあ投げて、ちょっとアイテム取りなさそうやったから確実に取るように、まあ、ジャンプアクション出さずにやりまして、ここもショートよいしょ、ジャンプかもしょ、おーなんかすごい、やばいやばい、絶対絡まれる、やばい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 、やつおる、前にやばいやつおる、やばいってもうやめて、絶対置いてくれや、やめてやめて、危ない、怖い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 、マジで怖い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 、あいつ。いやー今一応サンダー入れ、サンダーケアのために、いや入れておきますか、違う、今日おさんといて、重たい重たい、ワリュー君。さあ何出てくる、キノさんか、まあ悪くないな。次ショートカットで、いやここで入れようか、ワンチャンサンダー振ってもおかしくないが、そういうことなんすよ。あーちょもう全然伸びてない、全然伸びてくれてんけど、まあサンダー回避できたんで、まあオールオッケーと。なんで赤ゴロ飛んでくんの、おかしくね、おかしくねそれは。いやーちょっと前がねめっちゃ逃げちゃってるからどうにかしたいんやけど、ちょっと赤ゴロが今のかなりね効いちゃった感はある。まあでもこれショートカットいって、まあ前出てって感じかな。さあショートカットいって、さ2位に赤、な、木野さん引いたから、これちょっと2位には入りたい、2位に入りたい、端っこ走って、おっきょきょき、なんとか2位を取っていくと、危ない危ない危ない。いや、あれやね、ちゃんと3の位置でキラー入れて、まあ、打開ね、できたんがね、よかったかなと思います。よし、オッケー。ということでね、次です。行きましょう。さあ、6レース目は、ワリオスノーマウンテン。さあ、まずアイテム取って、いや、バナナか。まあ、バナナやったら、ま、仕方ないな。やばい、ちょっと待って、バナナ吸いそう。バナナ吸いそうで怖い。し、なんか逆半切ってるし、落ち着いていこう。まあ、こうなったら、ま、さすがにちょっと止まって、コイン回収した方が強いんで、まあ、最後にね、まあ、ぶち抜く戦法を取っていきますか。さあ、ちょっとここもアウト走って、しっかりコインを8枚集めておきながら、ここからね、上がっていきましょう。おー、さあ、ジャンプかまして、さあ、ここに適当にバナナ置いといて、この、うわ、なんか強いようで弱いな、これ。いや、表のギラーは強いけど、この裏のトゲソウがもう、絶望的にいらん絶望的にいらんだこれまあこれ持っててもしゃあないんで、早めにキラー吐いて、打開の準備ね整えていこうかな。ちょ待って、なんかゴミ屋持ってるやつなんだけど、やばいってそれマジでエグいわ、あいつマジでエグいわ、エグいわこいつマジで、やばいってお前マジでやってることレベチーすぎるマジで。いやもう絶対寄ってくるやん、ちやめて、こっちこうやっていて、怖いから怖い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 、いやーずっと皆さん落ちてる、やばい投げてきたし、やばいやばいやばい、もうやめてくれマジで、後ろで足引っ張んの頼む。さあ木野さんはちょっとダブル交換しっかり決めていって、いやー木野4かってことはこれ前結構詰まってるっていうことですね。まあ、ああいう順位で割った時大体まあスター出てくれるんで、まあ、それが出てこないってことはまあまあ詰まってるっていうことでもある。うーんまあ6位で、どうしよっかな。さあ前が赤コーラとバナさんか、ちょっと抜かしづらいな。そして赤コーラケツにつけられてるから、ちょっとまあまあまあそうよね、まあそうなるわな。さあ赤コーラ投げてもらって、どうしよっかな、キノヨンか、まあ悪くないな。ただ2位ぐらい、おお、いけ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 、頑張れ、いけ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 、お前にかかってる、パックお前にかかってる。さあトゲゾウ飛んできたからしっかり避けていきまして、いやこれワンチャンあるぞ、これワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。さあキノコ使って前出ていきまして、前出ていきまして、前出ていきまして、よっしゃー、受け1位、大逆転1位した、オッケーよっしゃー、最後にねもう怒涛の追い上げ決めたね、オッケー。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。